皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、教室の先生が苦手なクレーム対象を解決する3つのコツということについてお話ししていきたいと思います。クレーム、お客様からのクレーム、苦情ですね。これっていうのは接客業をやってる場合には切り離せない、直面する問題になる可能性が高いテーマになります。で、クレームっていうのは必ずしもその先生ご本人が悪くなくても発生するケースがあるということを、まず知っておいた方がいい。もちろんご自身の対応がまずくて、クレームになる場合もあるし、そうでないケースもあるんですよ。ただし基本サービス業をやっているのであれば 100% 全くゼロでっていうことはほぼ想像しがたいですね。どんなに自分が完璧なサービスをやっているつもりでも、人っていうのはその人の価値基準で受け取るので、判断の基準が違うということなんです。ですから、防ぐ準備はもちろんした方がいいんですけれども、発生した後にむしろどう対応するかを知っておくことの方が、結構大事かなというふうに思っていて、今日はこちらの方のテーマでお話をしてみようと思います。まずですね、クレームの種類を知るっていうわけじゃないんですけど、知った上で対処方法っていうのは考えられることが何個かあるので、まずされる側の方の立場じゃなくて、自分がする側の立場になった時に、どういう時にクレームを言うかっていう話を考えてみてほしいんですよね。おそらく、誰しもが経験したことがあるかもしれないですけれども、分かりやすいのは、頼んだ商品と違うものが届いた、これは普通に違うよとやっぱりクレームは言いたいところですよね。だって自分は赤っていうのを頼んだのに青が届いたら、その商品として成立してないけど自分お金払っちゃってたりしたら、これはもう絶対交換してもらわないといけないじゃないですか。それはやっぱり、クレームというか、違うものが届いてるよっていうのを言ったりするようなケースとかありますよね。あとは通販系で言うとですね、届いたものがもろくてすぐ壊れるとかですね、中国から直送されてくるようなものとかですね、そもそも梱包が雑だったりするんですよね。開けた瞬間にもうすでに割れてる商品とか届いたことありますからね。なんでそれも当然商品としての機能をなしていないから、これだって当然言う対象になる内容ですよね。物品の場合にはその完全な形っていう理想があるから、割と分かりやすいっていう感じですよね。あとサービス業的な部分で言うと、私が実際に飲食店で言ったことがあるクレームっていうのは、商品間違いだからオムライスって言ったのにラーメンが出てくるとか、これはクレームっていうほど大したことじゃなくて違うものになってるよっていうだけの話なんですけど、注文が頼んでからやっぱり40分とか50分放置とかありえないじゃないですか。例えば昼食とかね、そういうので行った場合とか、そんなに待たないですけど、私の場合にはそれなりの時間で次に移動するっていうところで、そこにねあれして、例えばみんなのものがどんどん出てきてるのに自分のものだけ異常にかかってる、そんなに難しいものを頼んでないのにって言ったら、やっぱり言いますよね。15分20分ぐらいまで待てるかな、でも30分最大もあったかな、いやでも遅すぎるとか言ってね、言うとオーダーが通ってないとかっていう時とか、超特急で作ってくれてもなんかね雑な感じがするじゃないですか。でそういうような昼食のシーンというか、食事のシーンですね、そういうので遅いということで、クレームというかですね、どうなってるんですかみたいなことは言ったこととかはありますけれどもね。あとは例えば契約書を結ぶような若干高額商品の場合ですね、その契約で謳っている内容と違うとかいう時には当然ですけどクレーム言いますよね。
ここにこう書いてあるけれども、そういう内容として提供されていないということであれば、当然それも言っていく内容になります。まあ、これが、まあ、私が主に経験したことがあって、自分が言ったことがあるクレームの内容で、まあ、私は何て言うのかな、理性的な、いや普通に違うよねという、そのレベルでしかクレームを言わないんで、どこかのね、炎上してしまうような、なんかクレーマーみたいな、そういう無茶なことは言わないです。普通に、いやおかしいよねというレベルで、お話をさせていただくっていうタイプの人なんで、極めて理性的な、コメントを出させていただくっていうタイプの方にはなるんですけれども、じゃあ今度教室業になった場合に、まあ、どういうことがね起こり得て、まあ、どういう対処がいいのかっていうことを、まあ、あらかじめ知っておくと、こうだいぶこうその時に言われたからといって気持ちが焦らないじゃないですか。だからケースとして、まあ、こういうのがあり得るよっていうことと、まあ、その怒りを増幅させない方法っていうのが当然ありますのでね、これをちょっとお伝えしたいと思うんですけど、まずクレームが、まあ、どういう時に発生するケースが高いかっていうと、まあ、3つまずあるんですよ。1つ目は、その先生ご本人のお客様に対する想像力が欠けている場合に、そのお客様の気持ちに至らないがために、その方のツボになるポイントを刺激してしまって怒らせてしまうとかっていう、まあ、これが想像力不足っていうのが、まあ1つですね。クレームに至らなかったとしても、結構不快な思いをさせるとか、口には出さなくても黙って去っていくとか、まあ、それもこのうちに入るんですけど、想像力に欠けるタイプの先生はこのケース結構多いですね。で、次に2番目が対応力なんですけど、クレーム自体は仮に発生するのがしょうがないとして、その言ってきたクレームに対しての対応がまずいと、さらにクレームを増幅させて大きくさせてしまうっていう、この対応力が不足するケースの方もいらっしゃいますね。はい。言ってきてる内容はちっちゃい内容なのに、対応が悪いがために増幅させて余計に怒りを増して、本題は一体何なのかが分かんなくなってしまうようなケースに陥るようなこととかもあるので、対応力っていうのも、まあ、結構大事になってきます。あと3つ目ですね、冷静な判断力です。そのお客様が感情でわーっと言ってくると負けそうになって、自分も言い返してみたりとか、その同じ感情レベルの土俵に立っちゃって言い争いとかしちゃう方とかもいらっしゃるんですが、感情の中から事実だけを抜き取って、まあ、その事実に対して謝罪をするとか対応を考えるっていうことをしなきゃいけない場合もあるので、必要になってくるのは冷静な判断力ということなんですよね。まあ、まずこの3つが大きなコツになってくる内容なんですね。で、まずこの話を解決していくっていうか、理解する大前提で知っておいてほしいのは、そのお客様の考え方っていうのは、あなた自身の考え方と違う人間であるっていうことを、最初に理解する必要があるんですよ。例えば、さっきのね、お店とかで出てくる商品が遅いとかいう場合でも、まあ、例えば私が30分以上待てない人だったとして、他の人は1時間待てるかもしれないじゃないですか。もしかしたら3分も待てない人も世の中にいるかもしれませんけどね。で、その人の基準で文句を言ってくるっていうことなんですよ。だから、その人の基準で文句を言ってくる、自分の基準を押し付けると、いつまで経っても平行線で、むしろこっちがこう増幅して、こうだんだんこう関係ない話も持ち出してきて、どん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 膨らんでいくケースがあるんですよね。なので、まず価値基準が違うであろうということを最初に理解しておく必要があって、で、かつですね、どういう時にクレームって起こるのかっていうのは、基本ギャップなんですよね。そのお客様自身の判断基準、これぐらいはしてくれるよねって思ってる基準がここにあった時に、その人が考えている基準値よりも、あなたが提供するものがこの辺り大きくかけ離れる時にクレームになる。
ですよ。だからこの人がどう思ってるかなんてこちらは想像しようがないんですよ。100%頑張ってるつもり、価値観の違いになるので。だからその段階で正論を言ったとしてもあんまり意味がないんですよ。特に怒り狂っちゃってる人に対して正論はもう火に油注ぐ状態になりますのでね。なのでこの正論を言いがちな先生っていうのは、要はもちろんその内容が理解できないからっていうことで自分の主張を通すことによって、その人がね違うんだよっていうことを負けないように言おうとする、もちろん自分を守るっていうことと、下手につけ込まれたら嫌だと思うから正論で返そうとするんでしょうけれども、この段に及んでですね、正論で返して大丈夫なケースと大丈夫じゃないケースがあるので、さっきの3番の冷静な判断力っていうところからコメントを出していかないと、余計に収拾がつかない話になっちゃったりするんですよ。本当はちっちゃなクレームだったのに。なので、まずそのクレームを起こさないようにするためにはどうしたらいいのか、起きちゃったらどうしたらいいのかっていう、この両方に分けて話をしていくんですけど、まずクレームが起こさないような状態っていうのはもちろん皆さん通常的にねサービスは行っているんでしょうけれども、自分が思う基準が、全てではないんですね。で、予兆とかは小さなところからちょっと例えば出てくる可能性があるんですよ。例えばメールの返信が遅いとかね、メールが届かないとかっていうことが小さなクレームになるようなケースがあった時に、その1個目の事象が生じた時に、対処方法を考えて改善していくかっていうことができてるかどうかっていうことですね。で、これ放置しとくとやっぱ大きなクレームを言う人にぶち当たってしまうので、予兆とかちっちゃいところで現れたりする場合もあるし、全く気づかない場合もあるんですけれども、このメールの返信が遅いとか来ないとかっていうことに対してもですね、人によって感じ方が違うので。ここも自分の感覚ではないものがあるっていうのが要注意ですね。で、ご本人は送ってるつもりだし、送ってたとしても相手の迷惑メールのボックスに入ってしまっていたりとか、相手がそれをミスだったとしても見てなければ届いてないっていうことが事実になっちゃうんですよ、その人にとっては。なので、私が教室業とかをやってた時に、どういう感じでやってたかっていうと、必ず返信が来なきゃいけない内容を返信メールの中に盛り込んでたんですよ。どういうことかっていうと、例えばうちはバスで来ていただかなくちゃいけない立地だったっていう、これを逆手にとってですね、バス何ルートかあるんです。で、皆さんね、バスの時刻表を調べるのって結構面倒くさいんですよ。だから、スタート時間に合わせた何系統の何行きの何時何分のバスで、バス停はここから乗ってくださいみたいな、そういうものをお伝えしますので、どちらのバス停からいらっしゃるのか、また括弧タクシーでも構わないし、括弧自家用車、自分の車で来て駐車場に停めてもらっても構わないんですけど、とにかくこちらに来る交通手段を教えてくださいっていうのを必ず書いて出してたんですよ。そうすると必ず1回返信は来ます。で、これが、例えば出して1週間返信来なかった場合に連絡をすると、届いてませんとかいうケースになったりとか、一番最悪っていうか、残念な場合は、5個のメールアドレスダメだった時ありましたね。普通のヤフー結構迷惑メールに入ること多いんですけど、そうじゃないメール、G メール、あと携帯メール全部届かなくて、唯一 SMS、 ショートメッセージですね、電話番号から送る、あれでようやっと届く人とかね、いたりとかいましたよ。あとは当然ですけど電話とかしたりする時もあります。なので、何かしら返信をもらうような内容を自動返信の中に組み込んであれば、返信来なければ、連絡するとかそういうことができるので、届いてないよねっていうことがその段階で分かる。特に私の場合にはコースレッスンの初回の部分から言うとですね、まず入金を5、6万とかしてくださってるんですよ。そうするとそれ
入ってるのに案内来ないとか連絡ないとか言うとめっちゃ不安になりますよね、いくらホームページがあったとして。でそれをこう何て言うのかな、文句言いやすいようなタイプの人と、じーっと黙っててやっぱり気持ち悪いとか言ってて最後に爆発する方とか、タイプがいろいろあるんで、まあまずはその要因を潰しておくっていうことで、返信をもらうっていう仕組みをもともと作っているっていうところで、メールが来ないとか届かないっていうのをなるだけ減らしてましたね。そしてさらに最後の前に電話が通じないっていう人もいたんですよ、私のケースで言うと。でもうだから内容証明で郵送で送って、でどうなさいますかみたいな形で言って、要は結局入院することが決まってバタバタしてたっていうのがまあ要因だったんですけど、で結局キャンセルにはなったんですが、そういうこともわからないとお互いに不信感が募る一方なので、まあ、どんな手段をとってもいいから連絡を取るっていうようなことを最後考えることができれば、まあ、その危険は回避することができます。で2番目ですね、対応力なんですけど、昨今は LINE、 私 LINE は個人的にはそんな使ってないんですよ。お仕事で LINE アット、今 LINE 公式マネージャーになってますけれども、 LINE アットは使ってるんですけれども、まあ、気軽な連絡手段として LINE っていうのは後から流行っていて、まあ、主に私は Facebook のメッセンジャーの方がまあ多いんですけど、だいぶ LINE も増えましたが、まあ、でもメッセンジャーが多いんですが、LINE はメインでそんな使ってないので、気軽にポンポンポンってお返事出してとかっていう習慣がもともと私にはなかったんであれなんですけれども、メールってとっても気軽なんですよ。何かをね伝えたりとか、ただクレームは基本メールで対応しないですね。相手の方っていうのも冷静ではないケースが多くて、そのメールの文章そのものにもう神経がとんがってるんですよね。そうすると、自分はそんな気がないのに、この言葉の言い方が気にならないとか、それこそ重箱の隅をつつくような指摘を逆にしてくるんですよ、メールの文章が下手だと。でこの下手かどうかっていうのは、ご本人が、先生本人がうまく書いてるつもりでも、相手がそう受け取らなかったらそう受け取らないっていうことなんですよ、ポイントは。だからなるべくその事務的にね、感情論を外して処理しようと思って淡々と書くと、冷たいとかって言われたりとかするし、感情に寄りすぎすぎると長くて何言ってるか分かんないとか言う人もいるし、そもそも怒ってるから読まないですからね、私が言ってることと違うことに話がなってるとか言ってて、また違うことをつつかれちゃったりとかしますのでね。で基本クレームが一方入ったら、相手からがメールだったとしても一方は絶対に、電話です、基本的には。喋ると不思議なことにですね、メールの文章めちゃくちゃ怒り狂ってるタイプの人なのに、喋るとなんか割と落ち着いててシュンとしてるような、冷静な人じゃないみたいなことも多々あるんですよ。なんかやっぱりメールの中の世界って自分以上に誇張できちゃう自分を作ることができるっぽくって、怒りのメールに対してメールで対応するっていう初動のクレームの対応は良くないです。確実にこれも火に油系ですよ。言葉尻とかつついてくるし、喋り方にもつついてくるし、自分が大事にされてない、ないがしろにされたみたいなね、その大事にされてない感にものすごく敏感なので、クレームを言ってくる人っていうのは必ず電話を1本入れてください。で相手が出れなかったら出れなかったでいいんですよ。留守番電話に切り替わるんだったら、切り替わってお詫びを一言、まずはお詫び、状況をね確認させてくださいっていうことで、お詫びをねして、電話させていただまたお時間か変えてお電話しますみたいに言うと、まあ、相手からかかってくる場合とかもありますし、時間変えてもう一回かけるとか、留守録に一回残しておくと、まあ、初動動いたっていうのも分かるし、着信が残ってればね、それでお話をして、で電話が通じた後です、今度は。その時にはまず途中で意見を挟まないで、相手の言いたいことは理不尽だろうが何だろうが全部言わせるって、これポイントです。今回そういうお話をいただいてまして、ご不快な思いをさせてしまい、本当申し訳ありませんでしたっていう事実に対して謝る。要は何か起こったことの事実が本当に事実だったとした場合にね、
で、どういう状況でそういうことになったのかっていうことを全部その方が伝えたいことをわーって言わせるだけ言わして、そこはね、じっと耐えて我慢して聞きます。なるほど、なるほど、申し訳ありませんと挟んだりとかね、はいはいって聞いて、で最後にそういうね、思いをさせてしまって、もう本当に申し訳ありませんでしたっていうことで、ただその自分がね、どうしても一言、本当はこういうふうに対処はしていたのですが、通じなかったっていうことに関して、お客様にね、ご不快な思いをさせてしまったっていうことについては、お詫び申し上げますということで、この部分についてはお詫び申し上げますみたいな形、感情に寄り添うだけですよね。だから、それを言葉できちんと、相手の怒ってるペースに巻き込まれてはいけなくて、自分の温度とテンションはあくまでも一定です。相手と同じ、だってあなただってそうじゃないですかとか言っちゃダメですよ。 でも気持ちは寄り添う言葉で、これもクレーム言ってくる人って結構敏感にその人の感情を読み取りますので、どうせ早く終わりたいと思ってるんでしょうみたいな、何その態度って、またその態度に文句言ってきたりする人いるからね。ここはきちんと誠心誠意、本来の事実はどうであれ、まずは一旦不快な思いをさせたっていう、この事実に対してお詫びするっていう。で、じゃあ解決策ね、具体的な解決策、今ね、お腹立ちなのは重々ご理解しておりますと。ではそのね、お気持ちの部分をね、組んだ形でどのように対応すればよろしいでしょうか。まあ返金とか何しろかにしろっていう、それが自分がね、理不尽じゃないと思える範疇レベルだったら、まあ、そのまま聞けばいいだけのことです。まあ、大抵は返金で済むはずなんですよ。で、そのクレームが理不尽すぎた場合どう考えるかっていうと、まあ、これは言ったもん勝ちっていうふうに思われちゃうかもしれないんだけれども、もうね、関わる時間がもったいないんですよ。だから言ってきた内容を自分が飲み込むことができるのであれば、了解しました、じゃあそのように対応させていただきます、この度はね、非常に、ご不快な思いをさしまして本当に申し訳ありませんでしたということで謝って、じゃあ返金のね、続きの口座教えいただけますかということでやって、サクサクと返金すれば一応それで終わります。それ以上に精神的な慰謝料なんやかかんやかっていう話になってきたら、譲れない部分は当然出てきますので、きちんとした対応している上においては、公的機関、それこそね、こちらもちゃんと対応してるけど、それ以上のクレーマーになってるみたいな形でね、間に入ってもらうとこ見つけて話をするとか、そういう世界になっていきますけれどもね。だから電話で仮にね、話をする時も、この人クレーマーでめちゃくちゃやばそうだなと思う時には、ボイスレコーダー用意してちゃんとこう音声記録しておいたりするようなケースもありますよ。どう考えてもそもそも言ってくる内容が理不尽でね、ダメな場合にはね。だからそれはその後にこじれた時に、その話してる内容を持って第三者に聞いてもらわなくてはいけないケースがあるからです。通常教室の先生レベルだとそこまで大事に至ることはほとんどないはずなんですよ。企業とかだったらあるかもしれません、もしかしたらね。だけれども、まあ、個人レベルだとそこまで大げさな話にはおそらくならない。で、このクレームを解決する一番のポイントはですね、気持ちに寄り添うっていうのが一番のポイントなんですよ。何しろ怒ってるっていうことは、怒るようなことを全て自分が悪いことじゃなかったとしても、その人が感じたっていう、もうこれだけでダメになっちゃってるんで、変にこびへつらうっていうことじゃないにしても、その事情と理由に対して寄り添ってあげないとですね、余計に大きくなっちゃうんですよ。だからここを正義として自分が正しいことを主張しても意味がないっていうことを理解してほしいんですよね。その段においてはその人も聞く耳持ってないから話し合いにならないんですよ。だから話し合いになるレベルの人は話し合ったらいいと思いますけどね。でもね、どのみち話し合いなので、
メールでは済まないです。よくね、 LINE で彼氏との別れ話を LINE でやったとか、今ドライなご時世で LINE でなんかそういうのを済ます人が多い話も聞いています。会社とかをね、休むのも上司、まあ上司と LINE でつながってるっていうのもあれなんですけど、上司にね、LINE で今日休みますみたいなのをやるとか、やっぱこの辺りの ね、なんていうのかな、現状の、若い人たちのね、倫理観っていうのがだいぶこう緩くなってきてるっていうのはね、やっぱり会社に対しては電話をきちんと1本入れるとかですよね。で、これがじゃあ例えば何かね、自分も少しビジネス絡みのようなね、内容とか状態で遅刻をしそうとかって言ったら、やっぱ電話1本入れるっていうのはね、遅刻するのがもう見えてるんだったらね、5分前のレベルでもうつかないっていうのが分かってれば、やっぱ会場の責任者とかに電話1本入れるとか、そういうすごく当たり前のこととかができない人が増えてるんですよ、最近の世の中はね。だからといって、世の中がそうだからって言ってメールで返すっていうのは、まあ怖くて電話できないっていうタイプの人もいるのも知ってますよ。もうそんなこと言われて何言われるか分かんない、もうドキドキして電話できないからとりあえずメール入れとこうとか。でもこれね、逆効果なんですよ。話してしまった方が、小さくことが済むし、あと時間ですね、初動を行った時間の短さが誠意の表れというふうに相手は取るので、放置される時間が長ければ長いほど怒りは二次曲線的に上がっていくんですよ。だからここで処理しちゃう方がいい、こういうふうに上がっていかないんですよ。こういうふうに上がっていくから、後ろになればなるほど怒りマックスの状態を鎮めるところから始めなきゃいけないので、クレームの場合には初動の時間、これすごく大事なのと、あと言葉でちゃんと話す。これ大人でもやっぱね、逃げるタイプの人とかね、いるんですけど、逃げると余計クレーム大きくなりますよ、本当に。だから怖がらないでちゃんと話す方がよっぽど解決としては早く終わるということになります。ということで本日のまとめをしますと、まず、クレーム対処のね、解決していくための3つのコツとして、1つ目が想像力を持とうということで、これはクレームを未然に防ぐ方に役立ちます。2番目は対応力、多分これが一番大事です。ちゃんとお話をするっていう癖をつけた方がいいです。で、3つ目はお話をしている時に冷静な判断力です。何が事実で事実ではないのか、で、事実に対してどういう形でお詫びをすることができるかを考えながら話していくっていう、この2番と3番が特に大事かなというふうに思いますので、ご参考にしていただけたらというふうに思います。それでは。